皆さんどうも、草刈秀チャンネルです。本日ですね、ブルーベリー畑の方にやってきました。今回お邪魔しているのは宮城県富谷市にありますブルーベリー摘み取り農園の高橋農園さんの方にお邪魔しています。季節はもう9月になりまして、ブルーベリーは今実っておりません。本当にもう8月中に収穫の方ですね、もう終えてしまったようです。これ目の前がブルーベリーの木なんですけど、この木の根元周辺の草刈りが大変なんだそうです。この根元の周りですかね、その辺りまでは草を刈れるんですけれども、その後やっぱりこの結構ね、木ギリギリのところは人力でその草を取ってるそうです。やっぱりブルーベリーのこの木をなかなか傷つけられないんだっていうことでした。ですので前使ったカルマーですけど、これはね使えるのかなっていうふうに思いましたので、今日ちょっと持ってきてみました。こちらのこのカルマーの構造ですけど、上下に刃がついてるんですよね。その上下の刃をこう左右にガチャ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 っていうふうに回りますので、ハサミのような要領となってますので、ハサミのような感覚で草を切ることができます。カルマーって1.5cm 以上のものがちょっとその切れにくいっていうことと、あと結構ね、近くによってもキックバックがしないんですよね。ずっとこの同じところでこう回り続けてられるっていうのもあるので、結構ねこのカルマーいけるんじゃないのかなというふうに思ってます。あとカルマーのいいところって普通のチップソでここでこう高速で回転するとホコリが立つと思うんですけど、カルマーの場合ホコリも立ちにくいんですよね。ですので、ものすごくなんかここにぴったり合ってるのかな、カルマーがっていうふうに思ってます。こちらの草刈り後なんですけど、どうしてもやっぱりこの周りには草が生えてしまうようですね。というか草枯れないって言ってました。あと今回ですけど、カルマーの刃も少し変えてみまして、こういうね低い草がですねサクサク切れるコマメバっていうものを使ってみたいと思います。コマメバってこうさらにこういう木ですかね、これをこう噛みにくくて、あとはなおさらこうホコリも立ちにくいということで、ブルーベリーにねぴったりかなというふうに思ってます。ただ自分もここ初めて草を刈るので、こういうねまだ木だったらいいんですけど、これ苗木、若い苗木もあるので、この辺のあたりはやっぱり刈るまでももしかしたら切っちゃうかもしれないので、あんまりねなんかその今日はそのゴリ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 行くわけじゃなくて、様子を見ながらちょっと刈ってみたいと思います。このね周りだったらもう十分刈るまでね刈れると思いますので、やってみたいと思います。はい、それでは買ってみましたけれども、やっぱり近づけますね。本来なら絶対近づけないですけど、ちょうど木のギリギリのところまでやっぱり行けるんですよね。それがこれすごいですよね。当てないようにしてるんですよ。万が一でも当てたとしてもコンってなるぐらいですから、いいですよね本当に。やっぱりねちょっと若い苗木のところはねすごくもっと慎重なんですけど、普通の木のところはねかなりもう本当に行けます。なんかね本当にカルマはここのブルーベリーの畑にぴったりだなっていうふうに思うぐらい素晴らしいです。あとコマメバがかなりいいです。ここにはもうコマメバで大きい面積を刈るのはまずちょっと全然向かないんですけど、こういう細かいところで刈るのにはすごくいいですね。シューッと入っていけて、
歯自体もちっちゃいのでスッと入っていって、そのままあの周りすぐ枯れるんですよ。うん、これは本当にいいと思います。はい、それでは買ってみました。やっぱりちょっとずつね、長く作業してると、なんて言うんでしょう。当てないつもりでいるんですけど、ちょっと当たっちゃいます。当たっても、もうこれ切れるって思ったのもあったんですけど、切ってないです。一本も。すごい。これ、あの細さを切ってないですからね。草だけ選別して切れてます、これ。結構ね、しかもなんだろう、こう振ってて、やっぱり、どんどんね、気がだんだん変わってくるんでしょうね。結構攻めちゃったりとかいろいろしてるんですよ。本当安心だと思って。でものすごい細いあの苗木みたいなやつにも当たったんですよ。ちょっと映像撮れてないです。でも切れてなかったです。すごかった。こういう場所に本当ねぴったりだと思います。はい、それでは買ってみました。いや、もうね、ここはやっぱりカルマ一択ぐらい、すごくいいです。かなり入り込んでいきますし、最後の方ね、結構コツもつかんで、あ、ぐるっと回るんじゃなくて、列でずっと進んでいった方が早いなっていうのを気づいたり、あと、やっぱりね、チップ層の感覚で出力をちょっと下げ気味で使ってたので、最初ちょっとかったるいなと思ったんですけど、後半から、そうだ、出力上げなきゃっていうので、結構出力上げながらやると、より滑るっていうんですかね、滑りながらズルルルルといったので、最初ちょっと疲れたなと思ったんですけど、後半からコツもつかんできました。結構ね、狩るの、本当にこれはドンピシャでいいです、本当に。こういう場面のところですよね。しかも、こまめ刃でかなり切らないです。普通の標準の刃だったら、多分ね、切っちゃうっていう場所も切らずに、一個も切ってないです、ここ。若い苗木も。実は若い苗木、回ってないところで結構当てちゃって、いやどうしようと思ったんですけど、切れてないってよかったってありました。もうよかった、本当にいいと思ってます。ただカルマその重さがあるので、とはいえですよ、買ってるとちょっとしたところでこうグッと持ち上げる瞬間があるんですよ。その時にはメキメキメキってきますね。本当にやっぱり滑らせるようにずっと買ってないと、体への負担っていうか、その辺はね、気にしないといけないと思います。出力をぐーっと上げながらずるーっといくと、結構なんか進んでくれるっていうんですか、カルマがヒューンって進むんだけど、自分でその進む具合をコントロールできるっていうんですかね、手元でそういう感じで枯れるんですよ。だからチップ層とは全く違うんですよね。こう左右の動きよりも上下の動きに強いような感じのイメージですかね。そういうカルマとなってます。ということで、
この動画を見ましても良かったよという方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いしますということで、皆さん次の動画で会いましょう。